今日から車が台車に変わってます。藤丸です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ステラ、ネム、IOST のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析を毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、今日ね、ちょっと車がね、僕の車修理出しましたので今日からこれ台車なんですよね。で台車の方ね、気になる人は、藤丸大学の方に、動画アップロードしますので、この台車のレビューね、ちなみにベンツ C クラスセダンですね、気になる人は藤丸大学の方の動画を見てください。今日の仮想通貨市場ですけどもね、昨日からまあ一転して、まあ、反発相場という感じなんで、まあ、上昇してきていますね。まあ、その辺についてお話ししていきたいと思います。で今日も仮想通貨ニュース読み上げてから、6つの仮想通貨のチャート分析やりたいと思います。はい、今日のニュースはですね、ブルームバーグの記事です。ビットコイン上昇、テスラが仮想通貨に改めてコミットしてますということでした。ビットコインは一時期 1.9% 上昇して 54,000ドル台をつけましたと。電気自動車のメーカーテスラはビットコインに改めてコミットする方針を表明しましたと。1月から3月の第一四半期の決算発表でビットコインに15億ドル、1600億円投資した後にデジタル資産で2億7200万ドルの利益を計上したということを説明しましたということです。ビットコイン投資の利益が1億ドル、なので100億円以上に上りまして、アナリストの予想を上回る、利益に貢献しましたということでね。まあ、このテスラの株自体が上がったのもあったけど、テスラがビットコイン投資するっていうまさかのね、大ニュースがあって、ビットコイン価格はまあかなり上がりましたけども、まあ、昨日までは調整相場にあって、また再度上昇してきてるっていう感じですね。今日のニュースはプラスマイナス中で、プラス4ぐらいにしたいなと思います。はい、じゃあ今日もビットコインのチャート分析からいきたいと思いますが、ビットコインが、593万円ぐらいですね。日足でこんな感じです。こうやって見てみたら、まあ、下落トレンドを、描いてたのが完全に、まあ、その、上抜けしてるっていう状態ですね。なので、まあ、ここから上昇相場かなり来そうです。で、しかも、昨日ね、結構な大陽線になりました。1,2,3,4、4日分の下落を打ち消すような大陽線になりましたので、まあ、結構インパクト強いですよね。まあ、例えば、こっちのね、だらだら下がった後のこの大陽線とか、と同じような感じで、まあ、一転して、反発の相場になってきてもおかしくないような雰囲気が漂い始めましたということです。で、私は昨日言った通りもロングを1日以上やっていて、800万円ぐらいまでは狙っていきたい感じですね。こういう上昇トレンドラインを描くと、この辺850万ぐらいまでありますので、それぐらいまで7万3000ドル以上はまあ狙っていけるかなと思ってますので、ここからロングしているって感じですね。はい、なので、まあビットコインは、まあ現物も買った方がいいし、FX もロングする場面かなというふうに思います。はい。じゃあ次、イーサリアム行きましょう。イーサリアムね、27万6千円まで、上げてます。こんな感じですね。こんな感じで、まあ、市場最高値かなり近いところまで上げました。昨日、おととい、陽線ですね。で、あと1万円ぐらいで、まあ、市場最高値って感じなんですけども、僕の予想はこのまま市場最高値更新するんじゃないかなと。思います。このまま大陽線で、いよいよもう30万円ぐらいまで、ぶち抜くんじゃないかなと思っています。まあ、イーサリアも今かなり強いからね、買われているので、結構このまま上げてくるんじゃないかなと思ってはいますが、そうだね。まあ、ただ平行チャンネルはね、もうちょっとで、もう、上限タッチまでなりますので、まあ、もう一歩ぐらい。一旦使用された金更新してから一旦ちょっとね、売られてくるんじゃないかなと思います。30万ジャストぐらいまでね、上がってくるんじゃないかなと思ってます、イーサリアムは。で、落ちてきてもね、下にね、この緑の雲あるので、まあ、結構買い支えされやすいし、まあ、当分この平行チャンネルの中で推移していくんじゃないかなと思ってます。
はい、イーサーはそんな感じです。じゃあ次リップル行きましょう。リップルなんとね、151円まで上げましたね。昨日110円台だったリップルがもう150円まで、戻してます。もう、こっからここまでの半値戻しぐらいまでは行ってますので、まあ、順調ですね。昨日大陽線でした。1,2,3,4,5 5日分の2線の、まあ、打ち消しするような大陽線出てます。結構強いですね。で、フィボナッチリトレースメン、エクステンションを久しぶりに引いてみました。この辺そこにして頂上で、この間の調整幅、94円かな、まだ引っ張ってみたら、0.786 が213円、1が246円ぐらいなので、まあ、現実的にそれぐらいまで狙っていけるんじゃないかなと思います。このままの上昇波で246円ぐらいまで狙っていける。で、1.618 が339円ぐらいなので、もしかしたら強く跳ねたら、まあ、もう300円台まで、ぶっ飛ぶ可能性もあるかなと思いますので、まあ、とりあえず今ロングしていて、まあ、この、最高値のね、最高値というか、最高値じゃないか。年初来高値の220円以上は飛ぶと思いますので、それまではね、ロング、ホールドしていこうかなと思います。で、現物はもう、23円で買ったやつをずっと、持ったままにしてます。で、RSI はね、今この辺ですね、60ぐらいなんで、まだまだ全然上がってきてもおかしくないので、200円台、300円台行くんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで順調ですね。じゃあ次ステラ行きましょう。ステラがね、今55円ですね。こんな感じです。やっぱりね、この上昇トレンドライン結構効いていて、何回もね、サポートされてますけども、サポートされて、結構上がってますね。40円から55円まで、ぶち上げてますので、リップルよりは弱いけど、でもまあ結構強くね、上昇してきていて、まあ4割ぐらいはもう戻した感じなんで、まあ、このまま最高値、更新するんじゃないかなと思います。75円以上は飛ぶんじゃないかなと思いますので、まあステラは買っていった方がいいかなと思います。はい、そんな感じですね。じゃあ次 IOST 行きましょう。IOST かなり強い反発を見せていて、$0.062なので、6.8 円ぐらいですね。かなり強いです。で、昨日言ってた理想の通りになりまして、この三角持ち合いを割ったんだけど、反発してきていて、この、三角持ち合いのこの下限のね、線も超えてきてるって感じなんで、ここの下げが、まあ、騙し下げでしたっていう形になってきているので、まあ、いい感じだと思います。これだけ強い反発見せてるので、下手したらこの間の高値のね、10円ぐらいでしたっけ？10円近く、跳ねてくるんじゃないかなと思いますので、昨日この辺でね、4円台で IOST 買ってもう 1.5 倍ぐらいになってますので、結構、調子いい感じですね。このまま、IOST 持ってる人は、史上最高値のね、14円以上になるまで、ホールドしておいた方がいいと思います。はい、 IOST は以上です。じゃあ次ネム行きましょう。ネムが、結構ネムもね、強い反発があって、今36円ぐらいですね。結構強いですね。反発結構強くなっていて、このボックスレンジ、33円から45円のボックスレンジの中にまで戻ってきました。なので、この下のボックスレンジから今度上のボックスレンジにまだ戻ってきたって形になりますが、まあ、今度またね、45円ぐらいがレジスタンスになってくるので、そこをしっかり超えてきて、元のね、60円台、70円台ぐらいまで上がってきてほしいなと思います。ただまあ引き続きね、まあ90円台からのこの下落ですので、まあ、何か買いたい人は、まあ、ネム結構ね、まだまだ安値、3分の1ぐらい落ちたままなので、まあ、買い間なので買ってもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日もね、仮想通貨6つのチャート分析をしてみました。今日の動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットフライヤーとビットバンクがおすすめです。
そして日本の取引中にはないコイン買ってみたいという人は100種類以上取り扱っているバイナンスが超おすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方はバイビットと FTX とオーバービットがおすすめなのでぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ジマナでした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますのでぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますのでこの説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。